ストライクウィッチーズストライクウィッチーズシリーズの登場兵器ストライクウィッチーズシリーズの登場兵器では島田文仮及びプロジェクトキャガニッシュ原作のメディアミックス作品であるストライクウィッチーズに登場する兵器について記述するなおテレビアニメストライクウィッチーズストライクウィッチーズにストライクウィッチーズロードツーベルリンブレイブウィッチーズのそれぞれの略称に関しては一気 2機、または SW2、3機、または RTB、BW、総称して TB 版とする。元になった零式艦上戦闘機元になった、自然改め全軍艦とも史実の、イタリア海軍水上艦艇がモデルとなっており、艦艦塗装もそれに準じたものとなっている。超高速であったり、合体分離能力を有していたりと、陸、空にわたって様々なバリエーションの個体が、 存在しているが、ハニカム構造の装甲を持ち黒字に、赤のアクセントの配色はすべて共通。その形状は異物であるが、ほとんどは実在した兵器や機体がモデルとなっている。劇中に登場する艦船、航空機、ストライカーユニット等は、第二次世界大戦のものが大半だがネウロイはそれに、限らず、歴史に残る有名な兵器から構想で終わった、幻の機体や、果ては、 現代の最新鋭機体や未来技術まで幅広く模倣している。人工物を着すようになったのは最近の傾向で近代までは動植物を模した形態がほとんどであった。第501統合戦闘航空団全記録第一、週での機体からイラストではさらなる発展型の52型が描かれている。ニキビ ED、DVD 初回生産文付属ブックレットに より詳細な設定が追加、オフィシャルファンブック174、178校より、オフィシャルファンブック166校より、オフィシャルファンブック162校より、正式採用後、ストレーガと解明した、オフィシャルファンブック148校より、オフィシャルファンブック144校より、ABC 第501統合戦闘航空団活動写真全、 記録51ページより、オフィシャルファンブック140項より、SW にオフィシャルファンブック183項より、小説版、第3巻89ページより、なお、ここでは、メーカー名も、フォッケウルフとモデルになった機体の名をそのまま使っている、オフィシャルファンブック154項より、姫声 CD 第5巻トラック16にて、A エラは同期を、 あれもいい機体だったと評している。小説版、アフリカの魔女イ図リポートにより、第501統合戦闘航空団全記録第1集より、モデルとなった機体と名称が異なるのは、正式採用された年度が現実とは異なった設定になっているためである。ニキ BD、DVD 一貫特典ブックレットより、98式と異なり、こちらは、 史実通りの年号で採用されている。なお、三菱に相当する、宮菱で開発、製造されていることも同様である。ダイナモ撤退作戦の時に広い格納庫を利用して、多くの人員などを収容することができたことから、後に教習用陸艦を建造するときにその時の経験が大いに役立っている。教習用陸艦建造には、 不創抗国が当初から参画し、後にリベリオンが衆国も参画している。第501統合戦闘航空団活動写真、全記録より、坂本美代少佐陣中日市1945年8月、CD より、第501統合戦闘航空団全記録第3、週より、官名はイタリア語で、投了を意味する。史実に、 同名の爆撃記八88が存在するが、関連性は不明。ストライクウィッチーズレイより、ISBN-978 から40億4715万7392などハット ABC、オフィシャルファンブック53項より、ABC、オフィシャルファンブック54項より、AB、オフィシャルファンブック55項より、AB、 オフィシャルファンブック56校より、AB、SW にオフィシャルファンブック54校より、SW にオフィシャルファンブック55校より、ABC 劇場版ファンブックより、劇場版オフィシャルファンブック55ページより、デジタル BS チューナーズブログ、ストライクウィッチーズ10。ありがとうございます。